皆さんこんにちは。バレートレーニングディレクターの猪野圭司です。今日はですね、先日出しましたバレリーナ芸人問題というか、それとロシアバレエが後期だからっていうような言い合いによる問題の動画をちょっと出させていただいたんですけれども、その動画がですね、炎上っていうほどの炎上でもないんですけど、賛否両論っていうところの、話になりましてですね、いろいろ不快な思いをされた方が、いらっしゃると思うんですけれども、炎上というかその動画の件もあってですね、ちょっと今私実はオンラインサロン、バレエのですね、お悩みバスターズというですね、オンラインサロンをやっているんですけども、それが、バレエのトレーナーと、もう一人、バレエのトレーナーとバレエの教師とバレエの整体師っていう、4人でですね運営していたオンラインサロンがあるんですけどもね、今回の動画の件でですね、やっぱりこれはまずいんじゃないというお話になりまして、であくまでこの、動画の内容、もしくは前回今まで出してきた動画の内容はあくまで私個人の、価値観によるものなので、その動画がですね炎上をしたりですね、不快な思いをする方がいることによってですね、他のオンラインサロンを運営しているその3人にですねちょっと迷惑がかかってしまうというところで、私は今回そのオンラインサロンですね、脱退することになりました。なのでですね、オンラインサロンはそのまま継続していくんですけれども、あくまで私のこの動画などはあくまで私の個人の意見ということなので、バスターズ、お悩みバスターズのオンラインサロンの人たちはですね、全く関係ございませんので、その辺をですねご承知おきいただきたいと思います。で、今回の、問題にの件についてはやっぱりですね、いろんなコメントもございまして、久美子さんはそんなつもりで言ったんじゃないでしょうみたいな、というコメントとか、本人、石井久美子さん本人からのですねコメントをいただきまして、こういうつもりで、じゃないんですっていうコメントをいただきまして、その対する返答もですね私もコメントさせていただきたんですけれども、結局ですね、私この問題の一番の今回の問題点で、その私もロシアが、前の動画でも言いましたけど、ロシアのバレエがすごく格式高いというか、世界的にも非常にレベルの高い、世界トップと言ってもいいですね、そういうレベルであるっていうことに関して、異論を挟む余地はないんですけれども、それを言うタイミングが今回はちょっと悪すぎたんじゃないかなっていうのが私の見解です。どういうことかというと、例えば、私が友人をですね、フランス料理のお店に連れて行きましたと。で、その友人はフランス料理を食べたことがなくて、でもフランス料理って、敷居が高くてちょっとどうなの怖いわねみたいな人たちがいましたと。いや、そんなの大丈夫なんだよっつって、フランス料理のお店に連れて行きましたと。で、コースが1人5000円ぐらいの全然高くない、割とカジュアルめなフランス料理のお店に連れて行って、で、その人たちはそのフランス料理を食べて、あ、こんなに割と簡単に食べられるんだねみたいな、美味しいねみたいなことをそのテーブルでね、ああよかった、フランス料理のあれがちょっと感じてもらえて嬉しいですみたいなことを言ってる時に、隣のテーブルの全く知らない人たちから、こんなのフランス料理じゃねえよ、やっぱなフランス料理って言ったらやっぱ3万、コース3万ぐらいは出さないと、やっぱこう、やっぱフランス料理ってのはさ、格式高いものなんだからさ、こんなレベルのフランス料理出されてね、フランス料理って言われてもちょっと困るよねみたいな会話が、こっちのテーブル、私の知らないところの人たちが会話していると。
ここの雰囲気台無しだと思いません？ここで、あ、こんな感じでカジュアルで食べられるんだって言ってた、ここで言っているところの隣のテーブルで、こんなの、こんな安いフランス料理、フランス料理じゃねえよって言ってる人たちの声が聞こえるんですよ。そうやってすっごいこの、ここの雰囲気、あ、これフランス料理じゃないのかなみたいな雰囲気になりますよね。今回の問題って多分結構そこのところがあって、こっちはこっちでそのフランス料理の入り口としてここを、こういう感じなんだっていうのを紹介とかしていたら、こんなのフランス料理じゃねえよってあっちのテーブルで聞こえてくるっていう、そこの問題が、今回の騒動を私は大きくしたんじゃないかなと考えています。もしこれがこんなのフランス料理じゃない、もしくはですね、バレエ、ロシアバレエは、高貴なものだみたいな話が、何のこう、まっさらなところで、石井久美子さんの YouTube とか、まあ、例えばなんかインスタグラムとかで、今日はプーチン大統領の前で踊らせていただきました。やっぱりロシアのバレエって、こういう高貴な、方とかが、見に来てくれて、私はとても幸せです、みたいな動画の投稿があったとして、それを見た人はただ普通に、ああそうなんだ、ロシアではやっぱそういう感じで文化がこう作られていくんだねみたいな紹介がされるだけで終わるところが、あのタイミングで高貴なバレエとか言い出しちゃ言われちゃったもんだから、こっちでこうロシアのリソースというか、そういうものがバックグラウンドがない中で頑張っている人たちがどうしてもこう、ってなったんじゃないかなっていう、でそういうつもりで言ったんじゃないと言っても、そういうつもりのツッコミになっちゃうよねそれっていうところが今回の大きな問題だったんじゃないかなと。なんで言葉の足らずとかそういう問題じゃなくて、言うタイミングが悪すぎるよねっていう、そこの問題で今回はこういうねちょっと大きな騒ぎになって、でそういう文脈でなんか最悪のタイミングでツッコミを入れられたような形になったのですね、私もちょっと感情的な感じで、お話をしてしまいましたが、石井久美子さんですね、ちょっと差別的だと、受け取られてしまったようで、そこは、申し訳ございませんでした。で、せっかくですね、コメントでね、忘れますって言われているところで大変申し訳ないんですけれども、もしどこがあの発言で、差別的だったのかをですね、今後ですね、同じようなこう人を言い回しをですね、しないで傷つけないためにですね、ちょっとだけ、教えていただければ幸いでございます。私としては差別っていうのは、ある人間のグループを、切り分けて、その人たち共通する何かをその人たちの中に見つけて、その人たちに、劣っているとか、汚いとか、そういうなんかそういうレッテルを貼って、でその中に属している人間がいた場合、その人を不当に、貶める行為だと私は差別というものを認識しているんですね。なので、例えばいろいろ女性差別とか黒人差別とかいろんな差別問題がありますけども、私はあの時、熊川哲也のように有名にならないなってないんだったらバレエをないんだったら、バレエが高貴なんて言ってんじゃねみたいな、そういう感じだったと思うんですけど、この発言がどこの差別なのかがですね、ちょっとすみません、分からなくて、ただの誹謗中傷っていうふうにカテゴライズされるなら多分そうだと思うんですけど、私差別っていう認識でちょっとしてなかったのでですね、もしその辺を教えていただければ、幸いでございます。もし思い出したことないということでしたら、そのまま無視していただいて申し訳ございませんでした。でですね、今回の問題でいろんなコメントをいただきましてですね、賛成というか、賛同してくださっている方も多くてですね、で反対というか、
される方も多かったんですけど、ちょっと残念だなと思ったのは、反対というか、私に不快感を持たれる方はですね、不快感を持ちましたっていうところだけのコメントばっかりでですね、私の何が間違ってるとか、こうした方がいいのにみたいなのがあんまりなかったのがちょっと残念だったかなっていう、天下の、マリンスキーバレーのバレリーナを捕まえて、お前なんかが何を言ってるんだっていうようなコメントもあったんですけど、これってダンサー、今回の問題ってダンサーの問題じゃないですよね。相手が世界的にこう世界で活躍しているバレリーナっていうカテゴリーでのこれ話じゃないんですよね。もし私がダンサー、その石井久美子さんの踊りを見て、あの辺の踊りのテクニックがもうちょっと良くなればどうのどうのみたいなことを言ったとしたら、確かにそのこともわかるんですよね。私程度が世界的なバレリーナのテクニックやら踊りに向かって何わけわかんないことダメ出しをしてるんだみたいなっていうのはわかるんですけど、今回の問題ってダンサーとしての彼女ではなくですね、なんつうかな、一個人というか、その発言のタイミングとその国語力の問題だと思うんですよね。だからマリンスキーバレーのダンサーってことじゃないんですよ。まあ、ここまで有名、ある程度有名だったので今回、こういうこう燃えるような騒ぎになったと思うんですけど、相手がどういう立場の人間で、どっちが上とか下とかそういうのじゃないと思うんで、そういうところじゃないんだけどなっていうのが、一番感じた反対意見の感想ですね。なんでもうちょっと具体的に何が間違っててっていうところで、さっきの文脈が、文脈もあなたは理解できないのねみたいなコメントもあったんですけど、文脈の問題じゃなくてタイミングの問題だと私は思っているので、そのタイミングでその文脈は受け取れないよねっていうところの問題だと私は思ってます。まあ、そんなところですかね。あとね、今回ちょっと残念だったのが、本当は、石井久美子さんにはですね、私的には、まあ、ちょっと願望なんですけど、ロシアバレエをきっと日本に広めるみたいな、意思表示がもし彼女にあったら良かったのになってちょっと思ってるところです。で、コメントの中にですね、石井久美子さんが、私が勘違いしてると、石井久美子さん自身は YouTube をあくまでもちょっとバレエをこうやってる人の助けになればいいっていう風な感じで、あくまで趣味としてやっていらっしゃるということなので、別にバレエを世界に広める、日本に広めるとか、登録者数を増やすとか、そういうつもりでやってるんじゃないということをおっしゃられていたんですね。なのでちょっとそこの部分で、もし、石井久美子さんが、私はロシアバレエを日本に、広めるため、もしくはこれから広めるつもりだと、なので、この YouTube を始めてたり、そこを使おうと思ってるみたいなことを、もし C さんがですね言ってくださっていればですね、要はその芸人が何かをバレエをこうお笑いで広めるっていうところが許せないっていうところもですね、私納得がいったんですよ。だってロシアバレエっていうものをしっかりとしたものを広めたいって、ここに日本に持ってこようとしたら、芸人のバレエのあれって確かに邪魔だと思うんですね。で、その立場でそれを語って、芸人がどうの、あ、でも彼女は芸人がどうの言ってるんですね、バレエが、後期って言ってるんですねっていうところの話があれば、それはあくまでもこっちのバレエをただとりあえず広めたいっていう立場と、ロシアバレエを広めたいっていう立場が違うっていうのが
あるので、そこはバレエの広め方というか、バレエの認識の違いで、住み分けじゃないんですけど、お互いにやっぱりそこは相入れないものがあると。でもそれはそれでお互いに尊重していくっていうような雰囲気が私はできたと思うんですね。でも石井さん自身が今回自分の動画は趣味でやってるので、ロシアバレエを別に広めるっていう活動ではありませんって、言われちゃったので、私も別に勘違いしてたわけじゃないですよ。別に石井さんの動画のあれを見ればそういうのではないって思ってはいたんですけど、ちょっとね、そういうところを言ってくださればですね、ここの立場とここの立場が明確になった結果、ここがこの線が、ここの2つのグループの不可侵のところというか、ここの線引きでお互いにお互いの活動を頑張っていきましょうねっていうところになったと思うんですけど、趣味ですって言われちゃったので、そこで結局やっぱりこっちの活動に対して、こっちはバレエを広める活動をしている、こっちはバレエを広める活動はしていないけど、こっちのバレエの広める活動がちょっと、こう話題になったら、それは違うんじゃねって横やりだけ入れてくるみたいなね、そこにちょっと私は正直イラッとしたので、こういう前回のね動画を撮らせていただいたというわけでございます。もちろんですね、当然そう言われたところで、石井久美子ファンはですね、私のことが多分もう嫌いだと思うんで、私がどんなにこう理論的に論理的にどう正し、仮に私がどんだけ正しかろうが嫌いっていう先行感情が先行すると思うんで、もう嫌いだと思うんですけれども、これはね炎上商法ではございません。でもし、私が炎上商法だと思う方はですね、コメントは書かない方がいいと思います。炎上商法だっつって叩いてくるその行為そのものが炎上として動画を盛り上げさせてしまうので、炎上商法だと私のことを思う方はですね、コメントしない方がいいと思います。ほっとく無視するのが、一番いいと思います。はい、ということでですね、ちょっとまた、今回の騒動についてですね、ちょっと私ももうちょっと整理されたところを、お話しさせていただきました。で、まあ、今回の、騒動に関する動画はですね、もうこれで終わりにしようと思います。で、まあ、今回のこういう騒動で私的にもまあ賛否両論いろいろあるにせよですね、バレエのこういう何て言うの世界のこう言い合いじゃないんですけど、それこそ皆さんがですね、バレエがこう広めるべきだよねとか、こっちの意見が正しいよね、こっちの意見が間違ってるよねみたいなところの機会になったというふうに捉えればですね、今回の騒動も別に無駄ではなかったのかなと思っております。はい、ということで、ありがとうございました。まあ、今回これからですね、もう少しですね、バレエに役立つような情報をまた発信していきますので、よろしくお願いします。ということで、皆さん幸せなハッピーバレエライフ。